皆さんこんにちは。シェア畑ひもんや三丁目のアドバイザー西川です。今日は夏野菜の栽培前に、害虫の被害をできるだけ少なくするための事前準備の方法についてご紹介したいと思います。秋冬野菜の撤収が終わった後、夏野菜の土作りの準備に入るわけなんですが、その時に、マルチを剥がして耕し直します。ただそれを一気に、クワを入れて耕すのではなくて、まずは移植ごてで、表層の土10センチ15センチぐらいをよく、探ってみて、害虫のさなぎや幼虫がいないかどうかをチェックしてみましょう。今日はそのやり方、チェックのポイントについてご紹介したいと思います。動画の最後に、ご質問にコメントしたいと思います。ぜひ最後までご覧になってください。今後もコメントをお待ちしています。では始めます。春夏野菜に、つく害虫ですけれども、アブラムシやカメムシ、これは後から飛来してきます。ただ、土の中に越冬しているネキリムシ、与党虫、このような虫が潜んでいる場合があります。これを事前に捕殺しておけば、ネキリムシによる被害、与党虫による被害が、かなり、軽減されるはずです。ネキリムシは夏野菜の苗を植えた時に、苗がまだ小さい時に苗の根元を食べます。である日、苗がパタンと倒れた。でこの時は、ネキリムシの仕業と思っていただいて間違いないと思います。与党虫の場合、苗が大きくなってきてから葉に登って葉を食べます。与党虫の特徴は、下の葉にないしはマルチの上に緑色の糞をたくさん落としながら葉を食べていきます。で夜になったら出てきて、夜中になるとまたマルチの底へ潜ってしまいますので、発見はしにくいんですが、マルチの上に糞があるとか葉が丸く食べられているとかいうことがあれば、マルチの中を少し探ってみて与党虫がいないかどうか、チェックすることが重要です。実際の作業を始めたいと思います。撤収が終わった状態の畝です。マルチを剥がします。一気にクワで耕すのではなくて、移植ごてで上から10センチぐらいをよく探っていきます。一気にクワで耕しますと、表層にいる幼虫やサナギを土の中に埋め込んでしまう可能性があります。ですから最初に移植ごてを使って表層の土をよくチェックします。この時の注意点ですが、この雑草なんかに卵が産みつけられている可能性があります。これを混ぜ込むと卵を土の中に、混ぜ込むことになる可能性があります。ですから雑草は丁寧に取り除いてください。この作業をしている時に、大きな根っこなんかは、除去した方がいいと思います。いました。これは与党虫の幼虫のようです。このようにマルチの下で越冬をしている虫がいます。このまま放置してしまうと、春になって暖かくなるその状態でまた出てきて根を食べたり葉っぱを食べたりということになります。でさらにこれがサナギになって成虫になって、防虫ネットの中で蛾が発生するという現象が起こることもありえます。ですから今のうちに注意深く土を確認して虫を退治しておきましょう。今幼虫が見つかりましたけれども、サナギになっている可能性もあります。サナギの場合、茶色くて硬い殻に包まれています。でこれも、見つけて、捕殺するようにお願いいたします。
去年虫の被害に悩まされた方がいらっしゃるようでしたら、まあ、どのような対応をするかご紹介したいと思います。去年多くの害虫で、まだ卵などが残されている可能性があります。そういう時には思い切って表層30センチぐらいの土を取って他の場所から新しい土を持ってきて入れ替えるという作業をするのがベストです。そうすることによって、肥料のバランスも、リセットされるので連作障害の対応にもなると思います。非常に重労働になりますが、60センチぐらいまで掘り下げて天地返しを行う。その天地返しの際に掘り返した土を、並べておいて、2、3週間は寒起こしのような状態を保っていただいて、表層の土を下に入れる、深くいいところから掘り返した土を表層に持ってくるというやり方をすれば、虫の被害がかなり軽減されると思います。本当に、虫の被害で悩まされた方は、こういう2つの方法を試されるのもいいかと思います。天地返しの方法については、家庭菜園ライフでもご紹介していますので、ご参考にしてください。それでは蛾の発生しやすいところについてご紹介したいと思います。あれをご覧ください。あれはかなり高度の高い駐車場の街灯のようですが、あの光が直接当たるところはネキリムシやヨトウチュウの被害が多く発生したところです。こちらの畑にはワケギが植わってます。通常ネギ類は被害に遭いにくいというふうに言われていますが、こちらでは、かなり、被害に遭いました。ですから街灯の下や、湯気から漏れる光が当たる、エリアについては、先ほどご紹介したようなチェックを重点的にやっていただいた方がいいと思います。ではコメントにご返信していきます。こちらの冬野菜の NG 行動についていただいたコメントにご返事を差し上げます。葉の裏などチェックして購入してます。青虫などを見つけたらつまんでポイしてます。このコメントをいただいた方のご判断は非常に的確なご判断です。これから春夏野菜の苗の購入の時には必ずチェックしていただきたいと思います。春先になるとモンシロチョウが飛び始めます。モンシロチョウがたとえ1秒ぐらい葉に止まっただけでも彼らは卵を産みつけます。その卵が2週間ぐらいで幼虫に羽化します。でそれが、葉を食べます。ホームセンターなんかで、買われた苗にはほとんど卵が産みつけられているというふうに考えても問題はないと思います。ですからよく注意して卵があれば除去する、幼虫がいれば除去する、でこれを心がけていただきたいと思います。今日は春夏野菜の栽培前の、害虫対策について、ご紹介しました。シェア畑ひもんや3丁目西川でした。チャンネル登録と、高評価をよろしくお願いいたします。それではまた。